魔導国クエントの新たな王にハリエットが即位したことにより、国内は落ち着きを取り戻しつつあった。しかしハリエットの目的は国の平定のみにあらず、世界を蝕むあだ花エフィメラの排斥を目指し、神聖クエントは動き出そうとしていた。まずは周辺諸国を含めた状況を整理しましょう。バルナ、お願いします。この大陸は大きく分けて東西南北で4つの国に分かれています。東方にはイスアルス通商連合国、肥沃な土地と資源を用いて商売していた商人たちが作り上げた集合体的国家です。特有の技術は増殖魔術だね。エフィメラの力を用いて作物などを大量に増殖させることが可能らしい。それだけなら平和的に聞こえるが、まあエフィメラを使っている以上何か裏があるんだろうね。西方には神国エピック、過酷な修行を行う求道者が集っていたオアシスを中心に成立した国。エピックでは心を操る飛躍の生成に成功したという噂を聞いたことがある。エフィメラを用いることでね。北方に座するはベルン公国、代々の皇帝は国で最も強い者が選ばれるという武人の国です。野蛮で危険なバカどもの国だよ。肉体を強化する魔人化なんてものを編み出している。そして南方が我が魔導国クエント、自然と共にあることを主とし、マナの活用に力を入れております。魔導研究だけは進んでいた国だ。僕が開発した魔人城も元はクエント特有のものさ。もっとも誰かがその技術を横流ししてくれて各国が活用しているようだがね。クエント内の魔人城はガーディアン殿のご協力もあって順次破壊されています。ですが各国の管理する魔人城、これについては国境線のものも含め依然として健在です。各国魔人城が睨み合っている。これにより国同士の交流はほぼ断絶。現在の各国内がどういう状況か知りようもない。勝手に侵入しようとすればたちまち魔人城が稼働し、侵入者を排除しようと動き出す。そんなバカな真似をする輩はまあいないだろうね。報告します。ベルン国境線上にある魔人城が起動、何者かが近づいた模様です。そんなバカな真似をする輩がまだこの世にいたとはね。ベルンからの使者かもしれません。急ぎ国境へと向かいましょう。魔人城起動の報告を受け、クエントとベルンの国境線へと向かうガーディアンたち。その頃国境線では起動した魔人城と相対する存在があった。その数一人、たった一人で来たるべき時を待ち、ただひたすらに戦い続けていた。クエント、諦めるわけにはいかない。
私の力じゃダメなの。神城を砕いてみせた。これが伝承の救世主、いえガーディアンの力なんですね。この方のことをご存知なんですか？クエントの救世主ガーディアン、その名はベルンにまで届いています。改めまして皆様に感謝を。私はメルフォンシーナ。メルフォンシーナ？どうされました？私の名前に何か？はい、偽名などではありません。私の名はメルフォンシーナです。どうやら本当みたいです。びっくりするのは後回しですね。それでベルンの民が魔神城に単独で立ち向かう愚を犯してまでこちらに来た理由は？クエントに降り立ちし、救世の英雄ガーディアン、滅びへと向かう我が国を、ベルンを救ってください。湧き出てきやがった雑魚どもはこれで全部か！まだ来るぞ！これ以上先には子供には！ダメだ！止まる気配がない！引かないと飲み込まれるぞ！引けるわけねえだろうが！ここの後ろに何があるか忘れてんじゃねえぞ！ふぬけども！そうだった。もともとなくすつもりの命だろうが今さら惜しんでんじゃねえぞ！少しでも道連れにしてやら！これまたギリギリですよ。大急ぎで来てみて正解でしたね。シーナ、そいつらを。安心してゲッテムハルト、この人たちは味方よ。ゲッテムハルト？どうしました？彼の名前が何か？ああ、いえいえ、何でもないです。いろいろ考えるのは後回しです。まずはこの場を何とかしましょう。
Thank you.
国内にも魔神城。ルーサーの言う通り世界中に広まってるんですね。おいシーナ、なんだこいつら。こいつらとはお言葉ですね。大急ぎで助けに来てあげたんですから、感謝の言葉ぐらい欲しいですよ。俺が望んだわけじゃねえ。ゲッテムハルト、ごめんなさい、この人本当に素直じゃなくって。この国ベルンで一体何が起きているんですか。見りゃわかるだろうが、戦争だ。戦争ってどの国と。相手なんかいねえ、周りの全部が敵。当たり前だろう。弱い奴が死に、強い奴が生きる。ベルンってのはそういう国だ。この国の状況が知りたいなら、ちょうどいい。ついてきな。村と言えるほどのものではないです。生き残った人々が集まっているだけ。おう、ゲッテムハルト、さっきはありがとうよ。ふん、怯えてたくせに素直にくたばっとけよ。食いぶちが減るだろうが。ははは、口の減らねえやつだ。今聞いた通り、明日の食い打ちすらままならねえ。ベルンはどこもこんな感じだ。おい、ゲッテムハルト、お前まだ生きてたのか。ああ、ご挨拶だな、クソガキ。守ってくれてありがとうぐらい言えねえのか。おい、守ってくれなんて言った覚えねえもん。どこかの誰かさんにそっくりな受け答えですね。こっちにらまないでくださいよ。事実でしょ、事実。ベルフォンシーナ、お父さんが帰ってこないの。みんなと一緒に村を守りに出たのに。お父さんはみんなのためにちょっと遠くまで行ってる。いいよベルフォンシーナ、私もう分かってる。お父さん戻ってこないんだよね。ごめんなさい。泣くなって。俺も同じだし、見てろ、俺が大人になってめっちゃ強くなって皇帝を倒すから。でもそれであなたまで皇帝に殺されちゃったら、私そんなの嫌だよ。負けねえ、絶対俺は負けねえ。皇帝は俺が絶対に倒すんだ。笑わせるなガキども。あのクソ皇帝をぶっ潰すのは俺だ。てめえらはそんなこと気にせず、ただ生きることだけ考えてろ。ほら、さっさと集落に戻れ。ここの集落には私もゲッテムハルトもお世話になりました。なんとか守ってあげたいのですが、魔神城相手ではキリがなくて、犠牲もたびたび生まれていました。ここから最も近い魔神城は破壊できたようですから、しばらくは大丈夫ですが。またそのうち手を広げてくるだろう。皇帝をぶっ潰すしか手はねえ。魔神城も魔神兵も全部倒し、ふざけた皇帝も潰して、このクソったれな国を終わらせる。彼素直じゃなくて乱暴なので分かりにくいとは思いますが、ここを平和にしたいってことです。ずっと内戦状態なんですよね。今までに皇帝を打倒しようと考えた人もいたのでは。もちろんいます。
そしてそのすべてを現皇帝は力で打ち倒してきました。誰よりも強いからこその皇帝、その望みは強者との闘争のみ、それ以外はどうでもいいんです。民が犠牲になろうが、国が滅ぼうが、きっとそれはどうでもいいこと。ただ戦いだけを引き起こしている。どうしてそんな無意味なことを。はい、とんでもないです。影響があるにせよないにせよ、止めなければいけませんね。それにこの国にもエフメラ、あ、いえ、ダーカー因子の影響があるのは間違いありません。ダーカーの相手はアークスの役目、私たちで何とかしましょう。その頃、ベルン公国帝都、ベルン皇帝シュレッガーとその弟エルミルは魔神城破壊の報告を静かに聞いていた。みたいだよ兄さん、魔神城を砕く存在がさ。噂を流して正解だったね。分かりやすい旗印の登場で愚民どもは活気づくはずだよ。魔神城と魔神兵のぶつかり合いも最近小康状態だったからね。いい刺激になってくれるといいな。してどれほどの強さだ、ガーディアンというものは。なっとダメだよ兄さん、いきなりこうとしたら台無しだ。もう少し泳がせておかないと美味しく仕上がらないからさ。皇帝に命令とは随分と偉くなったものだな。まあいい、随意に動くといい。それじゃちょっとご挨拶でも済ませてこようかな。ガーディアン、その身、その力、どれほどのものか。やがて来る輸血に笑いが止まらぬ。好き勝手に戦火を広げるといい。国も、民も、エフィメラも、この世界の全ては我らが贄だ。